おはようございます。見た目はギャルだけど中身はキモートギャップタレントのゆずりはるいです。おはよう、元気いっぱい、イエーイなんで私がこんな元気か皆さん知りたいですか？これね、から元気なんですよ。私、今年逆ミリオン達成しました。まずですね、今日こちらお邪魔している店舗さんがですね、B さんでおなじみの、BB ステーション佐野田沼インター店さんでございます。ダイスを振って当日のコスプレ衣装、実践機種を決めて勝利を目指して実践する番組です。見事勝利すればスタッフから惜しみない賞賛と勝利ポイント20ポイントが贈られます。勝利ポイントが100ポイント貯まるとご褒美がもらえます。負けてしまった場合はとてもきつい罰ゲームが。勝利ポイントが100ポイント貯まったらダイスを振ってご褒美を決定。1か6が出たら Amazon ギフト券5000分、2か5が出たら私が着てみたいコスプレ衣装、3か4が出たら高級たわし。なんか結構負けが続いてて勝利ポイント増やせてない。やばい、ちょっと本当にでプライベートでも負けてるけど収録でもずっと負け続きなんで、ちょっとさすがに今回は勝たないと。私のお財布もやばいし番組的にもまあ罰ゲーム、みんな嬉しいのかもしれないけど私はねやっぱ勝利ポイント収めてまたね、可愛い衣装ゲットしたい。あわよくば Amazon ギフト券ゲットしたいんです。なんで今日はちょっとここね、私個人的には相性いいお店さんだと思っているので今日はしっかりこちら BB ステーションさんで頑張っていきたいと思います。でですね、今回、ハロウィンが近いってことでいつもだったら衣装を決めるダイスを振っていきたいと思いますってやるんですけど、私ねカメラマンさん勝負をちょっと挑みたくていいですか？ハロウィンが近いので私ね自分で持ってきた衣装があるんですよ。でサイコロの目で、ハイアンドローみたいな感じですね。出した目がやっぱ大きい方が勝ちっていう感じでいいですか？いいですか？で私が勝ったら私が持ってきた衣装を着る。で負けたらいつも通りの、カメラマンさんが用意してくださってる、1から6で決めるバラバラのやつですね。それでいこうかなと思っております。はいといった感じで先にカメラマンさんに回していただいたんですけども、カメラマンさんが2というわけで3456のどれかを出せば、私の衣装というわけで、2位だったら負けってことですよね。はいわかりました、やりましょう。いや3456っしょ、余裕だよ。フラグじゃねえかな、余裕だかんなそれでは皆さんいきますね。運命のダイスロール、おらー 2? え、振ってます？振ってました？え、2? マジか。2というわけで、今回は残念ながら私勝負負けました。カメラマンさんがいつも通り用意してくださった衣装を着たいと思います。はいじゃあそれでは機種を決めるダイスを振っていきたいと思います。運命のダイスロール、おら5といった感じで奇数ですね。なので今回はスタッフさんに選んでいただきたいと思います。といった感じで早速着替えて実践スタートです。レッツゴー。じゃあねー、 B さんだよ。それでは参ります。朝一一発目、レッツゴー。久しぶりに着替えるのも悪く。こちら本日は、パチスロ鋼鉄城のカバネリを打っていきたいと思います。今回スタッフさんが選ぶってなってスタッフさんが迷ってらっしゃったんですよ。あーこれとこれどっちがいいかなって言ってて、私がカバネリカバネリがいいですってこう小声でずっとアピールしまくってて、ではそれでなんとなくじゃあカバネリにしますかみたいな感じで優しいカメラマンさんが選んでくださいました。で、正しくというか、カバネリとそのもう1個で迷ってらっしゃったみたいな感じなんですけど、カバネリにした理由を聞きました。なんででしょうかって。そしたら好きなジャンルのアニメで見始めたら面白く気づいたら一気見してた。で無名ちゃんが推しらしくって、無名改装やってほしいと、見せてほしいと、やってやろうやないかい。めっちゃ攻撃してくるやん。あ、複合目で無敵ゾーン、これ初めて入りました。ざまみろってなー。はい、というわけで生駒のチャンスゾーン成功いたしました。投資は8本8戦になります。207ゲームです。さあビッグがいいよー。あー、というわけで早ジロボーナスが早ジロボーナスになります。いくぞ。まあ約5600だったけど、これもうちょっと早く引いてればどうにかなったんちゃうん。大スロ。もうちょっとしたら次のゲーム数での前兆が来ると思うんで、まあそこで当たっててほしいなといった感じで。お、赤いざわざわ。これは多分250のところ踏んでそうですね。おっと、はい、やりましたよ。これが気持ちいい。250のところのゾーンで当たっておりましたよといった感じです。やっぱり前兆としては強かったですね。液晶こっちトータルは253ゲームです。パネルの方だと46ゲームになります。投資は変わらず持ちメダルでございます。さあエピソードを引かせてくれ。いくぞ。大丈夫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 、ここでやればいい。届け。いやー、6900まで貯めたんですけどダメでした。あ、無名ちゃんですね。多分次無名のチャンスゾーンが近いのかなといった感じになります。課長風月大スロ。まだまだ打ち足りないな、打ち足りないね。勉強不足だね。全長きましたね。千本鳥居ですね。うわー、メダルが足んなくなっちゃう。ベル引いて。あー、メダルがない。ちくしょう。すいません、ちょっと諭吉がないので一応お姉さんに行ってもらいたいと思います。樋口一応。あ、でも足りる？ほら、メダルがないからレバー叩けないと思ったら下に2枚あった。足りた。いきます。すいません、3枚目入れたけど持ちメダルで耐えたかな。どうだろう。あー、結局ダメだ。入れないとダメでしたね。やっぱり足りませんでした。そこで追加投資足りなかった。足りたーと思ったけど足りてなかったわ。というわけで参ります。はい、エピソードボーナスの方が114枚の獲得で終了です。それでは参りましょう。カバネリ・オブ・ジ・アイアンフォートレス。3行きましょう。いやー引きたいよここで。あー 25% の方だ。そっちじゃないけどこれで引っ張ってくれ。青だ。あ、これ一角ではないか。一角でしたね。やりました。2つついてたけど 25% 通しましたね。やったぜ。まだねクルス来たことないんでクルス来てほしいけどどうだ。あ、ムメちゃん全然いい全然いい。でこのカバネリアタック中がこう連打で枚数上乗せになるんですけど、それによってこう設定示唆とかもあったりするみたいです。なんでちゃんと連打しよう。なんか出ないかな。なんか出ない。出なかった。あ、325枚の獲得です。まあ上々でしょう。あ、そうだ、今日の目標そういえば決めてなかったですね。今ふとはっと思い出したけど、じゃあ今日の目標は、まあ、カメラマンさんがねムメちゃんが好きでムメ海藻が見たいということで、ムメ海藻に入れる。で私この台でオールスター名っていうムメちゃんと生駒とビバが全員止まるオールスター名っていうのがあるんですけど、それを引いたことがないんでちょっと見てみたいんですよ。まあそれを引くタイミングにもよるんですけど、ちょっとねそのオールスター名を引いてみたい。目標はその2つで今日行きたいと思います。しんど。さあやりましょう。今日はね生駒を1回通してるんで大丈夫。連続して引けないんだったらいいところで引けばいい。耐えろ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 、絶対耐えろ。まずい、あと1個だよ。くんなあー怖い。まだだ、やるぞ。お願い。やったぞ。やりました。はあ、ゲーム数の方が663ゲームです。さあもうエピソードでええやろ。お願いします。もういいでしょ。バカ野郎、ここまでハマって何が早じろじゃ。4300じゃしんどいな。いつもここで引くのなんなん。カジカちゃん。おっと入りましたね。カバネリチャンス無名でございます。行くぞー。一連撃。2連撃。3連撃。4連撃。もう一丁いこう。いやーでも4だから80%あります。頼むー。ロッカー少女ー。やったぜー。これよ、ムメはこうでなくちゃ。やりました、さっきのボードを触ってから64ゲームです。トータル727ゲーム、投資は1本足しました、36本です。参ります。そろそろ自力でエビも引きたいよ。いくぞ。もうなんでなんもうちょいなんだけどなあ。これで8500になるはず。貫け。よっしゃ、やったー。早次郎からやったったよみんな。やりましたー。いやー、よう頑張った。AT ゲットです。2回目の AT ですね。さあ102枚の獲得で終了でございます。いくぞ。さあ何がつく2個。ああ、こっち2つか。頑張ろう。あー、厳しいかな。いやー、ちくしょー。何これ、初めて入った。あ、2つ引いてる。でビバなんで確定です。祝福くるんじゃないこれ。あ、違かった、鎧カバネや。でもビーバー光ってたんでもう取ってると思います。鎧カバネ。あ、フリーズしてる。やったー、よかった。駆け抜けはなんとか阻止しました。いやー、マジ今のよくやったよ。第3停止が押せない。そう、マジあのフリーズはね嬉しいね。あ、これね、斜めに止まった場合は300枚以上とかだった気がします。さあ誰が来るんでしょうか。誰でしょうか。無名ちゃん何枚かな。なんか出ないかな。おお、怖い。どうだ。365枚、365日、1年分だ。毎日1枚ずつ、意味不明だねさあ365枚の獲得でボーナス参ります。はい、285枚、トータル338枚の獲得です。広角は2つ。さあこの2つ絶対取るぞ。何がつく。またそっち2つか。正解だけど 25%。 引っ張れば問題ナッシング。フラッシュきてるよ。 25% 取っててくれ。取ってるんでね。さあ鎧屍でございます。頼むよ。最後まで攻撃の手は緩めない。びっくりした。クリール回転なしとかあるんですね、ベッドで。あ、びっくりした。すごい、こんな初めての経験やりました。これで青7が来たらエピソードなんですよね。さあ参りましょう。ムンメイ初生駒参ります。一応100は絶対超えます。ここ200超えてほしい。おら200ですね、まあ、最低保証です。はい、149枚の獲得、トータル459枚ですね。さあ広角1個参りましょう。誰がつくかがマジ重要。こっちのどっちかがいいな、できれば。またそうむずいところ。いくぞムメ、 25% 引っ張ってろ。赤いよ、貫け。よっしゃー、今日はやっぱり 25% がやれる日だわ。よかった、やりやしたー。いい感じ、これがもうカバネリですよ。これが面白いんだから。よし参ります。誰だ。お、いいね、無名だよ。あ、怖い、少ない少ない少ない。あー、少ないかも。あー、やっぱ300下回っちゃいましたね。275枚。まあ頑張ったっしょ。よいよい、頑張ろう。はい、213枚の獲得、トータル643枚ですね。約あと1000枚、1000枚だよ。頑張ろう、まだまだ。で、広角はつかなかったんで、もうどっからで 25% 引くしかないか、複合役か。ここでオールスター目ですね。目標達成したいんで頑張ろう。あ、待って、3択正解で激アツですよ。これはマジで外せない。左右ってやってたんで中でいけます。やった。この激アツは何なんだろう。もう取ってるよみたいなことなんかな。やりましたよ。いやー、マジ今のでかい。残り7ゲームでしたよ。ロッコン少女、さあこれでエピソードとか飛んでこないかな。赤でしたね。やっと今日は箱を使える。無名でいいよ、1個までも、1個までもいいよ。さあそろそろ200を超えてほしい。帰ろう帰ろう。ああ、いい調子ですね。151枚トータル762枚の獲得で1個です。さあ何がつく、マジ大事。25% 取ってろ、頼む。25%。あーどうだろう、あー滑っちゃった、うん悔しい。ビバで成功してないから右行きます。あーダメだ、今日ビバがクソだなまず。うわっこれはビバ引いてるってことなの。あ複合薬ですね。このさ光ってないとこ引くっていう、ここっていう噛み合わない。ほんと複合薬で確か 60%66% ぐらいあったと思います。絶対これ取らなきゃいけない、絶対。まだいないで、あでも融合体これ熱かったんじゃなかったっけ、違うかな。あ熱いですね。でもマジで気抜いたらすぐやられるんで、なんならチャンス目をかぶせる気持ちで。赤字金です。ブラボー、やりました。複合薬で取ってましたね。ここのさ無名が飛んでくるじゃん、飛んでくるじゃん。このさうわーイコマがこの抱っこするところこのシーン好きなんですよ。いやーたまらんぜ、よだれだ。かわいいな。さあやりました、金色の貫け。いい調子ですよ。参ります。そろそろ200枚超えていこま。こっからです。変えろ、割れろ、割れろ。よいしょ、161枚、トータル884枚の獲得です。折り返しました。あとこれをもう一回やればまくりです。参ります。で今回ついてないんで本当にもうどれでもいい。 25% 引っ張ってきたら俺の勝ち。くりきれませんでしたね。841枚、ボーナス6回で終了です。おみくじ見ましょうね。小吉一応ね、もうちょいなんだけどな。一応100ゲームまでは様子見て回していきたいと思います。そろそろエピソードでしょうよ。もうなん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 、何回これやらせるん。やれませんでした。いくぞお前ら。ねえもうバカじゃないの。あやめさんお願い、本当にお願い。もう嫌だ、もうなん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 。もうだからなんでここで引くんですか。もう大スロ。さあカバネリチャンス生駒でございます。今のうちにメダル入れておこう。頑張って、いやーマジ本当頑張って。多分いけるけど、いけるるけど頑張って、よっしゃやった、やりました。289ゲーム、こっちの方だと640ゲームです。なんとか持ちメダルで耐えました。もうエピソード一角ですね。やっとだよ、やっとだよ、なんとか持ちメダル。よいしょ。さあ AT 参りましょう。これでまくろう。もう時間的にもこれがラストの AT になります。やるよみんな、やるよ、俺に力を貸してくれ。どれか1個でいいんだ。引いたぞ 66%、 これは絶対取る。66% よ、やった。はあ、かっこいい。やりました。生駒フレーズかな。耐えた。生駒フリーズですね。あの演出かっこいいよな、マジで。さあこのカバレリボーナス生かしていこう。さあ生駒、今日初の300取ってみせろ。200を超えてみせろ。200を超えろ、超えろ、超えろ、超えろ。チェキショー、159枚の獲得、トータル254枚ですね。降格はつけられませんでした。でもね、今日 25% やれる女だからやれるはず。ソーランの時です。あ、ソーランの時で合ってるかな。これもね、油断するとね、スルーしちゃうから、もう当たるまでは絶対気を緩めん。いけ。やりました。耐えたよ。やっぱり今日 25% やれるわ。残り3ゲームだった。六甲症状危ないね。危ない危ない。耐えた。おっと、ありがとう。300枚以上です。なんか間違えてクルス来ないかな、お願いしますよ。なんか間違って、なんか間違えちゃえよ。まあ無名だよね、いいよ、全然無名でもいいんだよ。可愛いは正義だ。さあ参ります。うわー、もっと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 いいでしょう。354枚、上々。さあ参りましょう。はい、264枚の獲得、トータル469枚ですね。盛り返してきてるよ。で、降格は2つ、つきます。頑張ろう。降格って言っちゃう、もういくぞ。何がつく、ここね。オッケーオッケー、やろうやないかい。いやー、今のチャンスだった。ラストやばいよ、お願いマジで。まだここで当たっててくれればチャンスはある。厳しい。はい、といったわけで100ゲームのゾーンも確認したので、この辺で実戦を終了したいと思います。結果はエンディングでお話ししたいと思います。それではエンディングへどうぞ。はい、といったわけで実戦終了です。お疲れ様でした。帰っていいですか？帰りたい。いやー、頑張ったよ。みんな褒めてくれ。といったわけで早速今日の実戦内容をお話ししていきたいと思います。元気にいくぞ。投資の方がですね36本、46枚貸しのお店さんなので1656枚で、最後流したメダルの枚数が271枚ということで3枚数1385枚のマイナスです。キャーマ負けた、イエーイ。やばいな。4連敗5連敗、結構マジで負けてます。いや、相性いいお店さんなんでいけるかなと思ったんですけど、最後ちょっとねうまくやりきれなかったです。いや、非常に悔しい。まあ状況的にどうしよう、なんか移動しようかなって迷っちゃったんですけど、まあ打ち切れたから良かったかなって思います。見せ場はそんなになかったかもしれない。申し訳ございません。本当にもう不甲斐ない。ゴリラームのルイネーはどこかへ本当家出してしまいました。といったわけでおとなしく罰ゲームを受けたいと思います。で、そうオープニングの時に言い忘れちゃったんですけど、本日の罰ゲームはこちらになります。見えるかな。唐辛子とフライドポテトの激辛、しかもこれからし明太子味って書いてあるんですけど、で私明太子嫌いなんですよ。これダブルの罰ゲームですよ。辛いのと嫌いなもの。これはこのなんていうんですか、これが唐辛子で、じゃあ1個ずつ食べればいいですか。じゃあ早速食べていく。なんかあんまり匂いしないですよ。意外といけるかもしれない。では、罰ゲームの唐辛子&フライドポテトをいただきたいと思います。まずフライドポテトから。でもちょっと辛い、辛い、なんか嫌な地味な辛さですね。やだ。じゃあ次唐辛子いきたいと思います。これ結構本当に切った唐辛子な感じです。いただきます。これも地味に辛い。ポテトよりやっぱ唐辛子なんでそのまんまのやつが辛いです。でも明太子の味はしないです。よかった、それだけは救い。まあでも本当に辛いのが好きな人だったら美味しく食べれると思います。私もこれ多分お酒のおつまみとかだったら美味しく食べれると思うんでお返しします。いやー、でも本当に悔しい、本当に悔しい。勝利ポイントまだ20ポイントから進んでないですよね。なんでぜひ次回以降もっていうかもうじゃないね、次回以降は絶対勝てるようになんとかこううまく立ち回ったり設定を積もったりできればなと思っております。まあ、最悪設定ダメでも見せ場が取れるように頑張っていきたいなって本当に思います。本当になんとかしてくださいよ、なんとかしてくださいよ。罰ゲームもグダグダだし見せ場もグダグダだし、もう本当にちょっともう皆さん本当どうにか譲りはれよう、どうにか復活させてください。よろしくお願いします。はい、といったわけでですね、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこちらの動画の高評価そしてコメントともしてくれたら嬉しいです。ニコ7チャンネルさんの YouTube のチャンネル登録、そして Twitter のフォロー、よければ譲りはれも Twitter やっておりますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようならみんな。カツラ脱いで帰るね。バイバイ。